拉致被害者家族の横田早紀江さんが、めぐみさんの同級生らとともに、加藤拉致問題担当大臣と面会し、改めて早期救出を訴えました冬が来ると耐えられない感じで,です、ね、家族はみんなどうしてるだろうなって、毎日思って暮らしておりますので、本当にやりきれない思いです。 めぐみさんが北朝鮮に拉致されてから40年目の年の瀬を迎えましたが帰国はいまだ実現していませんきのうの午後母親の先江さんがめぐみさんの同級生や恩師らとともに加藤拉致問題担当大臣と面会し改めて早期救出を訴えました面会の中で同級生が加藤大臣にもう待てないと詰め寄る場面もありました